まあ、ダービーでこの熱い戦いを見せて、少しでも興味を持ってもらえれば、シーズンもその記憶に、サポーターの記憶に残るような戦いが展開される。まあ、普段と違ってお客さんもたくさん入りますし、ファンサポーターの皆さんも注目している試合だと思うので、自分の中で非常に思い出のあるゲームになります。まあ、毎回難しいゲームになっているので、まあ、去年は 0-3 という悔しい負けがありましたね。お互い、まあ、守備的なところはありますけど、前には攻撃的な選手でいい選手もたくさんいるので、まあ、非常にいいチームだなと思います。で、去年は負け越しているので、今年は2戦しっかり勝って、ダービーフラッグを徳島に持って帰りたいと思います。ぜひスタジアムまで来て熱い応援よろしくお願いします。